またコナミに来てしまいましたねここにねまたねすげえ人がいてるっていうんでね行ってみたいと思います。すごいおはようございます。はじめまして、アグマジオドラクエアの五十嵐さん。そうです。課長代理の有野です。頂戴いたします。結構大きいですねそれだけが取り柄なんでいや、いろいろ他にもあるでしょじゃあ聞かせてください。はい、よろしくお願いします。五十嵐浩二、1990年コナミ入社、97年悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局を初ディレクション、現在はキャッスルバニアシリーズのプロデューサーとして活躍中。そのムチは、このムチはですね、あの、そこは悪魔城ドラキュラシリーズではもう欠かすことのできないムチですね。あの、聖なるムチと言われているムチなんですけど、ヴァンパイアキラーという。それは本物の比率の長さなんですか。そうですね、本物より若干短いかな、まあ、これで使って何をするというわけではないので本物の長さかどうかちょっとわからないんですけども。あ、そうですね。その五十嵐さんがゲーム業界に入ったきっかけっていうのは何ですか。あのおもちゃとか、はい、そういう、まあ、子供なんですけど、はい、あの僕が子供なんで、そのそういうのが大好きだったんですよ、はい、それでもちろんゲームとかも、まあ、インベーダーゲームの頃からずっとやってまして、はい、先輩がちょうどコナミに入社してて、はい、で僕が就職で、まあ、いろいろトラブルがいろいろあったんですけれどもあのどうしようかなと思った時に、その先輩がうちに来るかという話で声をかけてくれて、はい、その先輩の人は今何してるんですか。今別のところでゲーム作ってますけどあんま言えなかったへー、でコナミに入ったんですか。そうです、そうです。でじゃあずっとコナミなんですか。そうですね、僕はあのコナミっ子ですね、ずっと。その時コナミは何を作ってたぐらいなんですか。コナミだともうファミコンとゲームボーイだった時代だったと思います。あ、じゃあまだ悪魔城ドラキュラも出てなかった。悪魔城ドラキュラはあのもうファミコンのディスクシステムで出てました。それをやってたんですか。あの学生時代やってましたね。あの僕はのその頃ファミコン持ってなかったんで人んちであ、入り浸ってそうです猿みたいになってましたね。もうほー、悪魔城ドラキュラシリーズ、記念すべきシリーズ第1作は1986年に発売された悪魔城ドラキュラ。鞭を使った攻撃は斬新かつ爽快で、当時多くのユーザーに衝撃を与えた。さらに進化したキャッスルバニアシリーズを含め、現在まで実に24タイトルをリリース。日本だけでなく海外でも熱狂的なファンを持つメガヒットシリーズ。プレイヤーとしての魅力っていうのは何なんですかね。あのそうですね、僕はあのこういうこの世界観がものすごく好きなんですよ。ヴァンパイアものってなんかすごく大敗的で、うん、なんかすごく官能的でっていうのがあって、うん、まあそれはあの、うん、なかなか表現難しいんですけど、そういうところすごい好きな世界観で、まずその世界観が一番好きだったという。悪魔城シリーズはどの辺から参加してるんですか。あの僕があの実際にその、制作者として関わっているのはその PS 版の月下の野草局からです。ほう、それはそのやらしてくれって言ってたんですか。あのその前に僕があの担当したタイトルっていうのがあのドキメキメモリアルという作品が。ドキメモですか。はい、そうです、全然違うじゃないですかPC エンジン版です全然違うです。 PC エンジン版の一番最初のやつで、僕シナリオとプログラマーでやってるんですけども、はあ、シナリオとか書くのすごい初めてだったんですね、はあ、で、その時にもう渾身の力を振り絞って書いたんですよ持てる力全部出してそうそうそうで、もう2をやれって言われて、で、はい、2でシナリオを書くんですかという話になって、やっぱそうだと言われますよね。全部をやれってことですね。それは勘弁してくださいと。もういやってもうできませんとじゃあお前何がやりたいんやと、はい、上司に言われまして、 その時にちょうどそこに悪魔城ドラキュラが入ってて、うん、これこれこれっていう話を。そういうリストがあるんですか。そうですね、リストがあって、この中でどれがやりたいのメニューがあるんですかあったんです、その時あったんですよ。それで初期メイキメモリアルをやっていたので、うん、その選択権がこちらにあったという。ほう、一個当ててたらそうなる。あ、そう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 。初ディレクションとなった悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局。念願が叶い、ユーザーの頃から好きだった悪魔城ドラキュラシリーズを手掛けることになった五十嵐。そこであらゆる改革を試みる。で、その PS 版になってだいぶ進化したんです。
ですけど、はい、そのこだわりとかはあったんですか？まずあのタイトルがですね、あの悪魔城ドラキュラ X 月下の予想曲なんですよ、はい、でこの X ってついてるじゃないですか、うん、X ついてるから何やってもいいかなと、ここに1個つけりゃ何やっても、もう悪魔城ドラキュラシリーズとは違うでしょ、これは X がついてるからっていう概念的な形で。それでまずあの耽美的だっていう話もあったので、僕はその耽美的なイメージにちょっと持ってきたかったので、うん、まずイラストとかキャラクターデザインを全部あの変えました。それは自分で関わったんですか？あの僕はあの絵はあんま描かないんで、はい、あるんですけども、あの本屋さんであの、はい、小説の挿絵を片っ端からこう見てって、本屋さんにはすごい非常に迷惑なんですけど、こうガーッと見てって、はい、あこの人がイメージに合うっていうので、うん、それであのコンタクトを取ってもらってっていうイラストレーターさん。あ、それは何冊も本を買って、あのほとんどこうやって見ただけです。あ、立ち読みでパーって見てって表紙だけこう見てってこれだっていう、まあ、これも見たことないっていう話になって、うん、あの選んだっていう感じですね。この人のパッケージにしてほしいと。そうですね、キャラクターデザインもこう、ね、こう耽美的じゃんっていう話は。ほう、こちらが熱い支持を集めたイラスト。さらに五十嵐は大英断を下す。ゲーム自体をものすごく全然違う感じでしまったというのがありまして、まあ、X がついてるんで、ムチ使わないですよね。そうなんです、そうなんです。それはなんでムチを使わなくしたんですか？あの開発員とか、まあ、僕も含めたんですけど、うん、ちょっとムチ最近飽きてきたよねっていう話をあ、この主人公自体ムチを使うものっていうもんじゃなかったんですか？で、そのベルモンド一族っていうのはムチを使うっていう主人公なんですけど、はい、だから主人公変えちゃおうと、うん、それであのまあ、ドラキュラシリーズの過去をこう見ていくとですね、はい、あのそこにあのいいキャラクターがいたんですよ。おドラキュラの息子アルカードっていうのが悪魔城伝説っていうファミコンのカセット版の第一弾なんですけれども、うん、敵がベルモンドって面白いなと思ったんですよ、うん、で敵がベルモンドであればこちら側は無知を使う必要はないわけですよね、はい、で実際にその PS 版のゲームではそのリヒターベルモンドが敵として登場すると、うん、武器だけでなく主人公さえも変えモデルチェンジを行った。それは会社の中でも揉めないですか？ドラキュラって言ったらムチやないかっていうのは。そうですね、あのその時そのドラキュラに対してその、うん、そのチェックをするところっていうのはなかったんですよ。で面白いのがそのさっき言ったあの悪魔城伝説っていう作品と、うん、あとゲームボーイ版のドラキュラ伝説っていうのがあるんですよ、はい、これ2本が大体同時期に出たんですけども、はい、これお互いがあの自分のとこでこれはシモン・ベルモンドの前の話ですって2人とも言ってるんですよ。あ、そのドラキュラシリーズを総括してる人がいないと。そうです、そうです、そうです。いや、もうみんな出し放題。そうです、勝手になんか好きなようにもうやってたみたいな世界なんです。へー。当時統括する責任者がいなかったため五十嵐が担っていくようになった。噂で聞いたんですけど、はい、奥さんとの出会いが、はい、ゲームやっていうのを聞いたんですけど、あの僕のかみさんはですね、あの、はい、コナミの元社員なんですよ。同期なんです。あ、同期なんですか？そうです、そうです、はい、でドラキュラ歴から言うとですね、僕より前なんですよ、うん、ドラキュラ歴があるんですか？プレイの歴は僕の方が全然あるんですけれども、はい、あの制作のドラキュラ歴はですね、うん、あの彼女の方が先で、まだ五十嵐さんがときめも作ってる時。そうです、そうです。あの僕はときめきメモリアルのシナリオを書いてる時に、はあ、あの横で6万8000番と PC エンジン版のドラキュラが動いてて、あの疲れるとあの遊びによく行ってたんですよ。ああ、そのあのスカッとしにみたいな。そうです、ゲーセンに行く感覚でそっちに遊びに行った。もう煮詰まった、はたまって煮詰まったと思ったなって言って、はい、遊ばしてって言って。じゃあ出会いの場所は悪魔城ドラキュラだ。結婚のポイントになったのはドラキュラですかね。そうですね。最も美しく、そして最も強い者が勝者となる究極のエンターテインメントプロレスリング、ランブルドー。見事なまでに洗練された肉体と磨き上げられた美技の数々で、パワフルかつエキサイティングな戦いが繰り広げられる。1987年、スペランカー2勇者への挑戦。
前作からガラリと生まれ変わったスペランカーの続編。複雑につながり合ったステージを戦い抜くアクション RPG。 主人公が3人から選べ、それぞれ戦い方や使える武器も異なる。1987年対決ヤンチャ丸。主人公のヤンチャ丸がお姫様を救うため全7ステージを駆け巡るアクションゲーム。アーケードで人気を博しファミコンへ移植、続編もリリースされるなど話題となった作品。1988年ナポレオン戦記。中世ヨーロッパを舞台に7つのシナリオを備えたシミュレーションゲーム。戦闘はリアルタイムで行われ、全てのユニットを統率する集中力と判断力が問われる、やりごたえ十分の作品。1989年メジャーリーグ。日米のプロ野球計14球団が一挙勢ぞろいの豪華野球ゲーム。遠近感を出すためボールが大小変化するなど細かい部分までこだわっている。軽快な音楽も魅力。五十嵐が手掛ける新作ナノブレイカー。暴走した機械生命体オーガメックを止めるため、主人公ジェイク・オーレンがプラズマブレードを手に立ち上がる。鮮やかに敵を切り裂く爽快バイオレンスアクション。ナノブレイカーの魅力って何ですか？敵のやられっぷりをすごく強調して作ってる作品です。やられ際を見てくれと。やられ際というかもう殺しっぷりというかもうレインボーバージョンで、はい、非常に綺麗な色が変えられるようになってるんですけど。あ、血の色を。まあ、血じゃなくてこれオイルなんですね一応。あ、機械やから、はい、これ上手い人のやつをずっと見ときたいゲームですね。そうですそうです。上手い人を見てるとすごい、もうなんかすごい簡単そうなんですけども、そうですね、難易度的にはかなり今回のやつはですね難しめだと思います。この敵からオイルを出すことでプレイヤーが実は強くなっていきます。普通ロールプレイングゲームだとかだと、敵を倒すと経験値っていうのがあるじゃないですか。分かりますね。これはオイルの出す量によってプレイヤー の、うん、強さが上がっていくという。どんどん強くなっていくゲームと。そうですそうです。ほう。じゃあ個人的に好きな、やられたって思ったゲームとかってありますか？もう企画的にすごいやられたっていうゲームはですね、アラッパラッパーっていうゲームがあったんですけども、あれはもうやられだなと思ったんですよ。で具体的に言うとですね、あれはいわゆるずっと今までゲームクリエイターっていう人たちが考えつくものじゃなかったと僕は思ってるんですね。あれがもうゲームとして成り立っているっていうのはものすごい衝撃だったですし、ものすごいやられたと思ったんですよ。やりました。僕はやりました。ものすごいやりました。ものすごいやりました。やられたなと思いながらやったんですか？あれすごいなとか思って。ほう。クリエイターとしてゲーム作りで大切にしてることって何ですか？僕はいつも思っているのは、値段分の、ものを提供したいっていうのを常に考えてるんですよ。ほう。例えば映画であれば例えば1800円で2時間ぐらい楽しめますよね、うん、それをじゃあベースにした場合に、ゲームはじゃあ6000円とか7000円とか取るわけなんで、そしたらまあ4倍とかぐらいの時間を楽しませなければいけないもんだと常に思ってまして、でそこを一番重要視して考えています。五十嵐さんにとってゲームって何ですか？僕はゲームはお風呂みたいなもんでですね。お風呂？お風呂で生物として生きていく上では全く必要がないものだと思ってるんですよ、お風呂とかに入って体をきれいにしないと病気になっちゃうじゃないですか、僕にとってはですねゲームがないとですね病気になっちゃうんですよ。